トランプ米大統領は15日民主党のバイデン前副大統領が勝利を確実にした大統領選の違憲性を示す大型訴訟を近く起こすとツイッターに投稿しましたトランプ氏の陣営は選挙結果をめぐり提起した複数の訴訟ですでに敗訴していますトランプ氏は自身の陣営が新たな訴訟を提起するかどうかには言及しませんでしたが 2020年の選挙の違憲性や結果を変えるために行われたことへの怒りを示す大型訴訟が近く提起されるとツイートしましたいいんじゃないかなこういう過程を経て公正なものになっていく不正の目を残したままにするよりもこういう機会に徹底的に検証して改善していくのは健全なことだと思うが。